小松亮太さん、そしてザ・タンギスの皆さん、ダンサリン聴いていただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。公園通りで会いましょう。司会の小田切千です。ありがとうございます。さあ、今週1週間は小松亮太さんとともに様々なゲストを迎えして、タンゴの魅力に迫る1週間、改めてご紹介しましょう。バンドネオン奏者の小松亮太さんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。1週間、いやしかし1週間、はい、本当にタンゴの音色を聞いてみて、はい、タンゴ一口に言ってもですね、本当にいろんなメロディーリズムがあるんですよね、うん、ちょっともう多すぎて分かんないぐらいですね、演奏してる人もね。ちょっとこれもう楽器もいろいろありすぎるし、本当にそれぐらいバリエーションの豊富なタンゴのメロディーなんですけども、はい、あの時々ね、こうメロディーを聞いてると、はい、この音は一体何なんだろうっていう音がね聞こえてくる。あ、うなずいてる方いらっしゃいますけども、あ、このね音をね、はい、ちょっと探ってみたいなと思うんですけれども、これは要するにタンゴのコンサートに行ったことがない人なんかがですね、よく CD だけタンゴ聞いてて、はい、なんかどの楽器の音でもないと、なんかこう打楽器のねパーカッションの人がいるんじゃないかって勘違いしちゃうことがあるんで、はい、今日はちょっとその辺を見ていただきたいんですけど、まあタンゴじゃないとやらない、もう確実にこれはタンゴしか出てこないぞっていうのが、代表的なものをちょっと、例えばバイオリンなんですけど、はい、バイオリンっていうのはもう当たり前なんですけど、まあ、メロディー弾く楽器なんですよね。ドレミファが出てこなかったら意味がない楽器なんですけど、そうですよね、ちょっとやってみましょう。あのギコギコっていう音なんですけど、あれをですね、なんかこう CD だけ聞いてると、なんかこうあのギロとかね、はい、なんかあの何かこすった楽器を持ってきてるんじゃないかと思ってるみたいですけど、あれは実はバイオリンがやってます。で、あれははっきり言って、簡単そうに見えて全然簡単じゃないです。あのいきなりあの初心者からとなんかシッ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 とか言って、なんか全然音にならないですけど、 ああいう鈍い音がなかなか聞こえてこないんですか。そうですね、まあ、結局カエルの音っていうかね、そういう感じの音が出なきゃいけない。もう一回やってみましょうか。はい、こういう音です。それからもう一つは、まあ、タンブリンみたいな音、あのパンパンコンコンみたいな音をバイオリンで出す。普通はですね、ああやってこう弦を弾いちゃうとドレミファが出ちゃうんですよ、はい、ドの音とかレの音とか何にもしたら音程が鳴っちゃうとまずいんですよね。で、音程が出ないようにあれは爪でこう弦を押さえちゃってるんですけど、でこれがまたね結構鍛錬が必要なあのやつなんですけどね、まあ、タンゴ以外では本当に見たことがないですね。そうですよね。あとまあ指輪をしてる人がこう指輪で楽器をちょっと叩いたりとかっていうのはありますけどね。それからコントラバス、これはですね、弓でなんか思いっきりぶったたいてるように見えちゃうんですけど、うん、これは実はそんなに力んでやってるわけじゃないです。ジャッとなんかこう布団をこうなんかベンって叩くと反動でちょっとこうブンってこうボヨヨヨンって戻ってくる、はい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 、あの反動を利用してババババババっていう風に、もう一回やってみましょうみたいなことをよくやりますね、はい、これでもどういう効果があるんですかね。やっぱり、いや音楽的効果ですよ。本当はっまさにそうですよね。音楽的効果、音楽まさにタンゴを聴かせるがための効果。そうです、うん、で、はい、やっぱりね探ってみたいなと思うのがやっぱりバンドネオンというこの楽器なんですよね、はい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 、これをね、はい、ちょっとね本当にこれ不思議な楽器でね、まあ、これはもう何度も言ってきてますけどね、今日はじゃあこの構造がね、これどういう風になってるのか、まあ、要するにですね、まあまあボタンを押すと音が出るというのは当たり前なんですけども、まあ、要するに空気を送り込んで音がしてます。空気を送り込むと中に入っている金属の板が震えて音が出るわけですけれども、一番低い音がですね、はい、じゃあちょっとブーっと、これドの音なんですよ。ド、今人差し指、ね、はい、でこのドの音は向こうにいるチェロね、チェロの一番低い音と同じです。でバンドネオンのじゃあ一番高い音、右手、これ C の音なんですけど、これバイオリンでやってみましょう。
ちょっとドーとシー、バイオリンとチェロで行事に鳴らしてみてください。こんな全然わざわざ違う楽器じゃないと困るぐらいに開いた音域がこれこんなにちっちゃいな、ちっちゃい楽器で出ちゃうという。これで大体どれぐらいの幅の音がありますか。まあつまり5オクターブに半音足りないだけだから、あと1個ボタンつければ5オクターブ完全に出ますね。すごいですね。これはすごい楽器だと思いますね。まあそれが売り物でドイツで発明されて、残念ながらドイツで、流行らなくてアルゼンチンで流行っちゃったという。これがまた不思議なところですよね。まあものすごく不思議ですね。まあ、うまい、よっぽどうまいセールスマンがいたとかいやこれは本当にマジな話でね。いや本当そうかもしれませんね、本当にそうだと思います。ただねやっぱりこの楽器をねそのちゃんと音が出るように調律するのがねまた大変なんですよ。その様子を今度はちょっと VTR でご覧いただきたいと思います。どうぞ。これがバンドネオン、今ちょっとバンドネオンの中をこう見ていただくことになりますけれども、あこういう風になってるんですか。まあ、これがよく見ていただくと分かると思うんですけど、もうハーモニカと同じような横長のね部品がついてまして、これで空気を送り込んでます。だから外しちゃってもこうやって蛇腹を伸びたり縮んだりさせると音が出ちゃいます。なるほど。これ今これハーモニカのみたいな部分のところを外そうとしてますね。本当にハーモニカをですね分解すると本当にこういう部品が出てきます。あそうですか。もうほとんど同じようなものだと思います。じゃあ空気の出し入れの仕方が違うだけですね。そうですね。人間の息で出すか、あと材質ですね。材質、震えてる金属の板の材質ですね。これはバンドネオンの場合はスウェーデン鋼というやつが使われてます。あ今パカ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 開いてますね。ここがボタンを押すと開いて空気が通って音が出る、はい、だから、まあ、空気を送り込むためだけだから蛇腹の中には何にも入ってないですね。本当空洞なんですね。見事に空洞。でこういう地道な、これいちいち音を出して、高いか低いか本当にどうかいいかですね。音を低くする際にはリードのこの辺の部分を削ってあげることによって、低くいたします。それで高くする際にはこのリードの先を削ってあげることによって。高くいたします。すいません削りすぎちゃったんですけどすいません。で高くしすぎちゃってもう一回やってますけどね、こんなことをかける71ですよ。71音があるわけですね。71のボタンがあるわけだから、当然そのこの苦労をですね71回やって、あ削りすぎたとかいう、もう一回やんなきゃとかいうのを71回やんなきゃいけないという、まあ、本当はもっとか、もっとやんなきゃいけないな。これしかし本当に細かい作業なんですね。あまり変わってもね、こういう仕事はしたくないです僕は。なんかものすごい孤独感漂う仕事ですよね。でもこういう調律があるからこそね、はい、小松さんが演奏できるっていうことなんですよね。いや本当にねもう少なくなっちゃってるんですけどね、こういう直す方がね。いやそのバンドネオンがこちらになるわけですけれども、いやこんなに繊細な作業だと思わなかったですよ。いや僕もちょっとやっぱり見てて、ああ大変だなと思います。これはしかし楽器自体も本当にこれで何年ぐらいの前のものなんですか。これで、まあ、今あそこにあるのみんなそうですけど、これ、大体70年ぐらい前のやつだと思います。70年ぐらい前のやつが一番、いい楽器を作ってた会社の楽器が多いんですよね、はい、楽器自体だってなかなかじゃあ揃わないんじゃないですか。そうですね、まあ、お金の問題じゃないというかね。だからバンドネオン持ってる方に言っときますけども、持ってこういう風にしててもうちで持ってても絶対値段上がりませんから。結局バンドネオン奏者が少ないんで、少なすぎるから取り合いが起こらないと、取り合いが起こらないからいつまでもこうやって値段が上がるの待ってても錆びるだけですから高くなりません。これは言っておきたいと思います。だからぜひ売ってちょうだいっていうことなんですけどね。ご注意ください。はい、よろしくお願いします。だけど本当にバンドネオンの楽器自体も少なくて、はい、演奏者自体もやっぱり日本で本当に少なかったっていう現状がありましたね。日本はまだいいですよ。まだいいですか。やっぱりアルゼンチン以外の国はね、まあ、はっきり言ってまだほとんどいないんですよ。
今日はこうやってね4人揃ってるんですよね。いやこれはもう本当に5年前は想像できなかったです、こんなことが起こるというのは。あのこういう編成をですねオルケスタ、はい、オルケスタという編成になるんですけど、まあ、オーケストラということになります、ね、要するにオルケスタ、はい、オーケストラです、はい、でなんでこうやって4台でバンドネオンを揃えて演奏するかってこれもちろん理由があるわけなんですね。はい、あのですね、はい、まあ、例えばね、はい、まあ、さっき今演奏したダンサリンという曲なんですけど、まあ、例えば一番、まあ、重要な、まあ、メロディーですね、メロディーライン、っていうメロディーがあったわけですけども、うん、はい、この有名なメロディーを僕が弾いてるとしたら2番目の人はこんなことやってるんです。あの同じとこですよ、せーの、全然メロディーじゃないでしょ、全く違いますね。はい、でもあのかわいそうなんですよ、何弾いてたか自分でも分かんないで、3番目の人はこんなこと弾いてます、もっと低い音弾いてるかと思うと、4番目の人は僕と同じことやってます、ほとんど。はいはいはい、でこれはなぜかというと、あの、まあ、僕がメロディー弾いてる、でメロディーの下のハーモニー弾いてる、でもう一人の人がなんでメロディーを一緒に弾いてくれるかというと、一つには、メロディーがやっぱり一番人間って聞きたいわけだから、うん、メロディー、まあ、ハーモニーが、80ぐらいでメロディーは100ぐらいっていうバランスをいつも取るためにメロディーの人は2人いる。でしかもそれからメロディーの人はこう一生懸命弾いて疲れますから、何か別のことを弾かなきゃいけない、これから難しいことを弾くっていう直前に僕が休んで彼女が代わりに弾いててくれるとか、そういうシステムができるわけですね。そういう、じゃあもうまさにこれ4台で演奏しないとできない曲が、そうですね、タンゴの中にはあるわけですね。そうです、だから今言ったこのバラバラのメロディーをみんなで同時にやると、じゃあこの小説やってみよう、はい、せーの、要するに音楽の一瞬一瞬全部ハーモニーで、これを一人でやんなきゃいけないっていうことは、まあ、腕があと2本ぐらいないとできない。だからしかもバンドネオンっていうのは最大で右手4本左手4本で8本使うから、8本かける最大でだから8/8、32声出ちゃう、32の音が出ちゃうという。でもこうやってね、やっぱり小松さんがお弟子さんなんですよね、このお三人方。そうやって演奏者の方を増やして、そしてこうやってタンゴのメロディーを奏でることができるということで、次の曲、はい、まさにこの4台のバンドの4が揃ってできる曲ですよ ね、 すね、はい、特に最後のとこが、はい、じっくりね聞いて、じゃあ準備の方よろしくお願いします、はい、さあそれではこのバンドネオン4台の音色をお聴きいただきましょう。曲はエバリスト・カリエゴに捧ぐ、どうぞ。
ました。まさに4つ揃って初めてできる単語のメロディー、いかがでしたでしょうか。さて、まあ、こうやってね、はい、演奏者の方を増やして、そしてレパートリーも増やして、本当にね、小松さんはね、やっぱり日本で単語をやるんだ、ここにこだわってますよね。そうですね、やっぱり日本でやるっていうことが他の国に広まっていく拠点になっていったらいいと思うんですよね。まあね、今まで、まあ、本当残念だったのは、まあ、タンゴという音楽の本当の実態がね、あまり知られなかった理由っていうのは、やっぱりアルゼンチン の、 その1950年代から60年代ぐらいのアルゼンチンの本当のタンゴの全盛期ね、うん、あの頃にアルゼンチンの人たちがあんまり外に出ていかなかった、あんまり、まあ、やってたことはやってたんでしょうけども、その本当にこうタンゴってこういうものですよという本当の核の部分を世界中に広めるということを意外としてなかったんですよね。それともう一つはやっぱり映画とかね、そのタンゴ の、 その記録、音楽を例えば今みたいにね、演奏してるところをちゃんと撮ったやつだとか、ライブ録音だとか、そういうものもあんまり残ってないと、いうことがあって、ですから、まあ、なんて言うんでしょう、日本がタンゴに、タンゴをですね、ちゃんと保存したりとか、あるいはそのなんていうかな、他の人がね、アルゼンチン以外の国の人がタンゴをやるっていうことが全然その不思議なことじゃないですよっていう前例をここで一回作っちゃえば、もう日本人だろうが中国人だろうが、ドイツ人だろうが、どこの人だろうが、タンゴはちゃんとやればできるんだよと。あとバンドネオンという楽器がなきゃいけないとか、そういうネックはちょっとあるんだけども、そういうことをちょっともう事実として、既成事実として作っちゃいたいという気持ちがあるんで。そのためのやっぱり活動もされてますよね、はい、タイに行ったり、ね、香港に行ったり、マカオに行ったり、確実にこうアジアでやっぱり広めたいっていう。そうですね、うん、まあ、やっぱり見ただけですごくインパクトある楽器だし、そういう音なんで、ある意味ではその、まあ、広まりやすい、あれがバンドネオンかって、インパクトは強いんだけども、ただ実際のその楽器がね、ちょっと少ないというのが心配なところですね。それだけちょっと怖い。なるほど、はい、だけどアルゼンチンの方がやるものと、うん、で日本人がやるその単語のメロディー、はい、やっぱりね、違うと思うんですよね。いや、それもね、いやおうなしに違っちゃうし、あと、なんていうのかな、まあ、良くも悪くも違いますっていうのは、まあ、やっぱりアルゼンチンの人の方がこういうとこうまいなというところもあるし、日本人の方がこういうとこが得意だなというところもあるし、なかなかそれは難しいところなんだけど、あ、まあ、例えば日本人だったら非常にまあ器用ですからね、まず楽譜が読むのが早いとか、それから練習の時に言われたことはきちんと守るとか、そういうことは得意なんだけど、そのアルゼンチンの人っていうのは意外とその練習の時と違ったことをやっちゃったりとか、うん、あまり音楽をこう理屈で考えなかったりするんで、うまくいかないとこはうまくいかないんだけど、あの人たちが本気を出してこの乗っちゃった時っていうのは非常に怖いんですよね。あ、まあ、スポーツもそうですよね。サッカーでも何でもそう、まあ、でも本当に日本ならではの、ね、単語を、ね、はい、今後ともぜひ広めていっていただきたいなと思いますけども、はい、さあ、そして広めるがためにですね、お客さんを引きつけるために、もうこのね、ピアスラ、アストル・ピアスラという、もうバンドネオンの巨匠、はい、この方の曲を一生懸命弾いてた。そうですね、とは言っても今日やる曲はピアスラの中でも全然有名じゃない曲なんですけど。あ、そうですか。もうここにいる人もみんな知ってるはずがない曲なんですけどね。これは楽しみです。じゃあぜひそういうのやるの好きなんで、はい、その曲を、ね、お願いいたします、はい、さあ、それではアストル・ピアスラの曲になります、ビジェギータという曲、どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。さあ今アストル・ピアソラの曲を聴いていただきましたが、そのピアソラが亡くなってからちょうど今年で10年になります。でそのピアソラの曲もう一曲聴いていただきます。ブエノスアイレスのマリアという、タンゴのオペレーターという曲があるんですけども、その中の曲、私はマリアという曲を今度は聴いていただきます。でそしてその曲に合わせて歌っていただく方、今日のスペシャルゲストになります。そのピアソラと共演したこともある、そして今回そのピアソラの歌を歌うためにですね、日本に来日されました。ちょうど今日来ていただきます。ご紹介しましょう。イタリアの歌手ミルマさんです。どうぞ。Io sono Maria, de Buenos Aires, de Buenos Aires, Maria, no ven, quién soy yo. Maria tango, Maria del arrabal, Maria noche, Maria pasión fatal, Maria del amor, de Buenos Aires, soy yo.Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán.Cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Y yo soy María de Buenos Aires, María, no sé quién soy yo.María del amor, de Buenos Aires soy yo. Y siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó.Porque el mañana es hoy, con el ayer después, che. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ni la la ni la la la. ありがとうございます。久保さんどうぞ。いやすごい、素晴らしい、ブラビッシマ。改めてご紹介しましょう。イタリアの歌手、感想への女王と言われていますミルマさんです。どうもありがとうございました。小松さんどうもありがとうございました。小松さん本当にありがとうございました。いや実際でもこうしてもう本当にこれ番組ならではのセッションなんですけども、いかがでした？スペシャルコメラ、ボリモセンティルインプレッションドボアベルカンタートインシアムシノルコマツ。Ma io con Komatsu-san avevo già cantato.
小松さんとは以前に一度も、はい、共演させていただきましたけれども、はい、3年ぐらい前、avevamo già lavorato una volta insieme e oggi devo dire che Komatsu-san ha fatto un grande progresso e devo dire grazie anche a tutti i suoi musicisti. 3年前に比べると小松さんはもう以前も素晴らしかったんですが、それよりももっともっと素晴らしくなっていました。それでもう皆さん、この皆さんのおかげですね、一緒に演奏してくださった、はい、そうです、私もいい演奏ができました。ザ・タンゲスの皆さん、ブラビッシュ、ブラビッシュ、皆さん素晴らしいです。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、日本語お上手。このミルバさんの、ね、声と、ね、はい、タンゴのメロディー、なんか本当にマッチしてますよね今日。questa è melodia、 メロディア、 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 canto、 メロディア、 e armonia、 armonia、 メロディーとハーモニー、 ハーモニー、 それが音楽です。 lui ha spiegato prima la differenza fra melodia e armonia。本当そうですよね、はい、小松さん、本当そうですね。いやもうとにかくね、もうミルバさんの歌がね本当に、まあ、素晴らしいのは分かってるんだけど、分かっててもなんかちょっとやっただけで燃えちゃうんですよね。なんか練習の時とみんな全然違うでしょ、なんかもうこの感じでこうこうやって出てくるだけでなんかこうだんだんテンポが速くなってくるみたいな。そうですね、ちょっと普通の方とオーラが違うんで、はい。comunque どうもありがとうございました。bellissimo cantare con Komatsu-san e il suo gruppo. Io spero ancora nel futuro e volevo dire che sono qui a Tokyo per fare un'operetta di Astor Piazzolla, la unica operetta che si chiama Maria de Buenos Aires.今回日本に参りましたのはピアソラの、唯一のオペリータの、その番、ものを歌うために日本に来ております。ですからこれからもですね、ますます小松さんと共演できる機会があることを本当に願っております。 ありがとうございます、はい、またね、さよなら。日本にね、日本にこうやってね、タンゴをね一生懸命伝えたいという方がいらっしゃる、これはミルバさんにとってはいかがですか？素晴らしいことだと思います。extraordinario。Piazzolla è stato, e non solo il tango tradizionale, quindi parlo del tango, il new tango con Astor Piazzolla, è stato uno dei più grandi musicisti del secolo scorso, del 2000, cioè del 1900. Piazzolla はですね、今までのクラシックなタンゴばかりではなくて、そのニュータンゴ、新しいジャンルのタンゴを開いたということで、本当に全盛期の素晴らしい音楽家の一人だったと思います。それをね、ぜひね、日本で本当に頑張って。グラッツェ、コマツさん。グラッツェ。ありがとうございます。どうもありがとう。ミルバさん、グラッツェ。ファンタスティック。グラッツェ。ありがとう。どうもありがとう。ミルバさんでした。ありがとうございました。いやー、それにしても。ちょっとオーラがこう来るだけでなんかこうなんか重力がかかったようなこう感じですね。あでやかさにね、いやっていうかパワーに、パワーに、いや本当でもね、今週1週間パワーあり、はい、ね、楽しさあり、また本当に奏でるメロディーがね素晴らしくて、はい、1週間通していかがでした？本当にもう僕としても、まあ、僕のバンドが今までやってきたことね、もう5人編成あり、歌の伴奏あり、7人あり9人あり、まあタンゴといってもこんなにいろんなものがあるよっていうことがね、まあ、今まであんまりなかなか言えない言う機会もなかったんですけれども、今回4日連続で言わせていただいて、この4日連続っていうのが意味がありましたね。あ、そうですか。どういう意味でした？やっぱりね、バラバラにこう見てね、あ、こんなのもある、こんなのもあるっていうんじゃなくて、要するに一人の演奏家とその仲間が結局タンゴって言ってもこんなのもあります、同じ人なのに毎日違うことやって、うん、でもやっぱりタンゴだっていう部分を知っていただきたいんですよね。いや本当にそう思いましたね。本当にこのね、バリエーションの豊富さというか、はい、改めてね、タンゴっていうのはこういうもんなんだったなっていうのをね、本当によく分かった1週間だったと思うんですよね。そう言っていただけると嬉しいです。皆さんどうでした？そしてね、本当にさまざまなゲスト、はい、ロベルト杉浦さん、宮本文明さん、そして昨日はね、プロレスラーのサスケさんもいらっしゃって、もうものすごいやりたい放題やらせていただいて、もうはっきり言ってもかなりね、ちょっと趣味に走りすぎたという噂もありますけど、まあ
これも含めてまあ、音楽家ってこういうやつかなというところでいいと思います。ありがとうございました。いやでも本当個人的にサスケさんに会わせていただいたのはちょっと音楽で一生懸命やっててもああいうね系統の方とお会いできないんでサスケさんを僕が指名した時に快く引き受けてくださった NHK のプロデューサーの方には本当に感謝申し上げます。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけると。さあこの後はもう番組最後まで、タンゴのメロディーで楽しんでいただきたいと思いますけれども、はい、最後の曲、最後はですね、ピアソラが昔ちょうど50年ぐらい前に作った、勝利、まあ、勝つっていう勝利っていう曲とそれから、まあ、おなじみですけどラックンパルシータのアストルピアソラバージョンを聴いています。さあそれでは最後までごゆっくりお楽しみください。1週間最後の締めくくりになります。勝利ラックンパルシータどうぞ。
べる。